皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は、横浜駅から高速バスで、神奈川県川崎市の浮島へやってきました。ここは、首都高速道路の湾岸線と東京湾アクアラインが交わるジャンクションです。ここには、浮島町公園があります。この先は、羽田空港の滑走路。このように、羽田空港の滑走路を見渡すことができます。なので、離陸する飛行機を間近に見ることができるスポットです。羽田空港ならではの2機同時の離陸も見ることができます。出発のラッシュ時は次々と離陸を見ることができます。時間を忘れてずっと見たくなります。この浮島町公園の他にも離着陸が楽しめるスポットがあるので行ってみましょう。交差点を渡ると浮島バスターミナルがあります。ここから川崎駅方面、木更津駅方面、天空橋駅方面へ行くことができます。川崎駅行きのバスがやってきました。土休日の昼間はバスの本数が少ないので要注意です。毎度臨行バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは川03系統四谷上町労働会館前経由川崎駅前行きです。浮島バスターミナルまでの路線バスは通勤時間帯の利用がメインです。今回は休日なのでとても空いていました。途中、神奈川臨海鉄道に沿って国道409号線を川崎方面へ進みます。橋の奥には川崎の工業地帯が広がります。途中の県営埋立地入り口のバス停で下車しました。ここは先日訪れたキングスカイフロントの近くです。房総方面に向かう高速バスもやってきます。このバスは渋滞を迂回して川崎線の殿町入り口からアクアラインへ。このアクアライン高速バスの迂回路にも使われているのが次に向かう多摩川スカイブリッジです。東京モノレールから見るとこのように見えます。最近開通した多摩川スカイブリッジは早くも新名所です。羽田空港国際線ターミナルに近いところに位置しており、風向きによって飛行機の離陸を間近で眺めることができます。
ここは先ほどの浮島町公園よりも手軽に来ることができるのでおすすめです。しかし天空橋駅や羽田空港第3ターミナルから程よく歩くのでお気をつけて。せっかくなので羽田空港第3ターミナルまで歩いてみましょう。羽田空港第3ターミナルのそばではリムジンバスや路線バスが待機しています。そして関東近郊各社の高速バスを眺めることができます。次回は羽田空港第3ターミナルの中へ行ってみましょう。ご視聴いただきありがとうございました。